にある人が映ったのです。天国にいるはずの恩師力道山の姿でした。昭和30年代初め、街頭テレビの主役は何といっても力道山。空手チョップが飛び、大男の外国人たちがなぎ倒される。敗戦から立ち直ろうとしていた日本人にとって、力道山はまさに英雄でした。その頃、プロの柔道家を目指して黙々と練習に励む一人の青年がいました。柔道三段の資格を持つその青年こそ、後のミスターチンこと出口はじめです。しかし、柔道で生活していくことは至難の業。そこで彼は、柔道家だった山口俊夫率いる山口道場というプロレス団体に所属することにしたのです。当時はそれは様々なプロレス団体が群雄割拠していた時代でした。そんなある時、力道山が一同を呼び集めることにしました。場所は力道山が主催していた東京人形町の日本プロレスセンターの地下道場。全日本プロレス選手権という大会を行ったのです。体重別に誰が一番強いかを決める真剣勝負でした。その試合に出口青年も参加したのです。対戦相手は伝説の怪力の持ち主、韓国出身の白頭山という選手。とても勝ち目はありませんでした。しかし、力道山の前で簡単に負けるわけにはいきません。そしてやってしまったのです。急所蹴り。この反則技に白頭山は怒り爆発。出口青年は猛烈な反撃を浴びました。そしてわずか4分53秒でフォール負けを喫したのです。しかし、この試合が出口青年の運命を決めました。試合を終えて挨拶に行くと、力道山はこう言ったのです。面白いものを見せてもらったよ。力で相手に負けると思ったら、何をやればいいかを考えることは大事なことだ。反則もいい、負けっぷりもいい、面倒を見てやるから、いつでも俺のところに来いよ。昭和33年、日本プロレスに移籍。そして、出口はじめ青年にリングネームが与えられたのです。ミスター・チン、力道山が考えたものでした。身長168センチの小柄な陳さんは、力道山の期待に応えようと必死でした。そして思ったのです。力道山は自分の反則技と負けっぷりを認めてくれたんだ。だったら徹底した悪玉になってやろう。パンツ引っ張ったりね、下の玉のとこをビャーってやってみたりね、あと目をクラッてやったりとか、そういう反則だったよ。パンツの下に栓抜きを隠し持ち、それを武器にチョーク攻撃の連発。陳さんは暴れまくりました。反則技は観客の罵声を呼び、相手からはめった打ちに遭う。そして場内は沸きに沸く。苦痛に満ちた顔を歪めながら、陳さんは心の中で得も言われぬ喜びを感じていました。力道山時代の前座レスラーというのは、大技使わせられないで、かなり地味なレスリングだったんですよ。それが1試合、2試合、3試合ぐらいあって、陳さんが出てくると会場の雰囲気がガラッと変わっちゃうんですね。なんかこう明るい雰囲気。本当にやれば若い連中には勝てるだけの実力は持ってましたけど、お客さんを沸かせるためには負けても構わない、ただ客に印象がどっちが強く与えるかという勝負をやってたんですよね。
技じゃなくて新しい客を沸かせる方法というのはしょっちゅう考えてたみたいですね。そして昭和35年、不滅の136連敗という記録を作った陳さんは一躍人気者になりました。力道山もそんな陳さんを可愛がり、1回のファイトマネーも大学卒の1ヶ月分の給料を支払ってくれるようになりました。しかし幸せな日々は長くは続きませんでした。昭和38年、陳さんは胃潰瘍になり手術を受ける羽目になったのです。暴飲暴食が原因でした。体力をつけるためにはとにかくいつも腹いっぱいにしておくことだと信じ込んでいたのです。体にいいと聞けばマムシだって丸ごと食べました。胃のほとんどを切り取った陳さんは100キロあった体重が半分に減ってしまいました。でも陳さんはリングに戻りました。レスラーとしてではなくレフリーとして。それも陳さんの体を心配した力道山が勧めてくれたことでした。しかしレフリーも体力のいる仕事です。ついに陳さんは引退を申し出ることにしました。不滅の136連敗という記録を残して陳さんはその日を迎えました。昭和38年11月22日、その引退セレモニーは前座レスラーとしては例のないテレビ中継付きの立派なものでした。それも全て力道山の粋な計らいでした。そして引退式を終えた陳さんを迎えの車が待っていました。車が向かった先はなんと NHK。 当時の人気バラエティ番組夢で会いましょうに生出演するためだったのです。しかし思わぬ事態が待っていました。この電波に乗せて誠に悲しむべきニュースをお送りしなければなりません。アメリカ合衆国ケネディ大統領は陳さんが出演できたのは1週間後のことでした。